マリポーサオム2009年モデルブリジストンマリポーサはブリジストンサイクルから販売されていたシティサイクルである。キャッチコピーは早走とクールに走って体をリフレッシュ。都市部に在住し健康に関心を持つ20から30代の女性を主要購買層として想定した自転車とされている。自転車に興味はあるがクロスバイクには 抵抗感がある女性やビギナーを対象としており、市街地補走路での軽いスポーツ走行を想定した設計がなされている。蒸気の特徴によって、マリポーサは、街の自転車屋で気軽に整備や修理が可能なシティサイクルでありながら、コンフォート系、クロスバイクと同等の走行性能を獲得している。またクロスバイクと比較して、メンテナンスの頻度も大幅に改善されている。 なお、通常の自転車と異なり、マリーポーサでは、ブレーキや変速機のワイヤー類が、フレーム内を通っており、大掛かりなメカニズムである、ベルト駆動機構は、最小限のカバーで巧みに隠されて、存在を感じさせないようになっている。これらの工夫が、コンパクトな内装変速機、フレームや、ドロン避けなどのデザインと、相まって、マリーポーサを非常に垢抜けた外観としている。 マリポーサには、クロスバイクのような行業しさが一切感じられず、なおかつ市街地を走って軽く、汗を流す程度のスポーツ走行であれば十分に可能であり、オプションの追加により通常のシティサイクルとしての使用も可能である。マリポーサは、コンセプトと設計、デザインが非常に成功しており、よく考えられた自転車であると言える。 漫画並木橋通り青葉自転車店で、マリポーサの開発者が登場しており、企画、浦野敦、設計、郷田翔王、デザイン、川畑雅美の3人が紹介されている。自動車とは違い、自転車で開発者の名前が表に出るのは、 比較的珍しいことである2007年モデルマリポーサ2007年の4月1日に発売された26インチ型マリポーサミニ2007年の5月25日に発売されたミキストフレームの20インチ型小型車マリポーサ EA ミニ2007年の5月28日に発売されたマリポーサミニに電動アシスト機能を搭載したものこのタイプのみ LED ランプ搭載であり、通常の自転車と同様のチェーン駆動である。バッテリーを搭載しているため、車重は1 9 9ラムある。色は、ブラックベリー、ピュアレッド、オーロラホワイトの3種類を全グレードで選択可能。2008年モデル従来の26インチモデルに加え、27インチモデルが追加された。26インチモデルは、 2007年モデルを踏襲し、グラジュアルカーブフレームであるが、27インチモデルは、通常のクロスバイクのような変形ダイヤモンドフレームで、ある。そして8段変速のすべて、および3段変速の一部のモデルに、ブリジストンサイクルのオリジナルサイクロコンピュータ、エメーターズが装備されている。エメーターズは、PC を介して、ソーシャルネットワーキングサービスに走行データを、 アップロードできるという、通常のサイクロコンピュータには内心機能がある。また、26インチを、カルバ、27インチを、オムと、サブタイプ名が命名され、26インチは女性向け、27インチは、男性向けとはっきり分けられた。カラーリングも徹底され、26インチは女性向けの、色のみ、27インチは男性向けの色のみとなっている。 以上のモデルチェンジに対しては、といった見地から、2008年モデルチェンジの是非については、賛否両論の意見がある。マリポーサカルバ26インチ型。エメーターズを除けば2007年型のマリポーサと、ほぼ同様であるが、車体色が変更された。色は、ボトムレッド、オーロラホワイトの2種類が、全グレードで選択可能。また3段変速のみ、ピュアピンクを、 追加選択可能。マリポーサオム27インチ型。通常のクロスバイクのような変形ダイヤモンドフレームである。色はブラックベリー、ピュアチタンの2種類が全グレードで選択可能。また3段変速のみスチールグレーを追加選択可能。マリポーサミニエメーターズを除けば2007年型とほぼ同様である。色はブラックベリー。 オーロラホワイトの2種類が全グレードで選択可能。また3段変速のみ、アクティブレッドとグラスグリーンを追加選択可能。マリポーサ EA ミニ基本構成は2007年型と同様であるが、電動アシスト制御機能が進化した。具体的には、アシストプログラミングが更新され、なおかつ乗り手がアシスト比率を切り替えできるオートエコモードプラスが、 追加搭載されている。色は、ブラックベリー、オーロラホワイト、アクティブレッドを、選択可能スペイン語の、蝶より。都市間を移動する自転車を、鼻から鼻に渡り歩く蝶に例えて命名した。ありがとうございます。